どうも高原しぐれです。ということで、今回ですねご紹介しますコナンのグッズになります。なんとコナンくんたちからお手紙が届きまして、開いていきたいと思います。お手紙こちらどーん、ちっちゃちっちゃいよ、ちっちゃいです。これが全部でですね6種類あるものになるらしいんですが、開いているので早速バッと出していきたいと思います。There is always only one truth と書いてありますね。これがよいしょ出た。じゃんじゃん。まずこれシール、シールかな、シールですね。シールが4種類。あ、すごいすごいすごい。なんかこの便箋用のシールみたいなのコナンと江戸川コナンの C 書いてある。でこっちもコナンがあるし、このネクタイおしゃれ、すごい。そして要は便箋セットみたいな感じになってるみたいなので、この封筒を閉じるためのシール、それからこれが封筒です。あ違う、こっちあれだ。おーすごい、え、すごい、なるほどね。内容ですね。ミニレターセット。セット内容。ミニ便箋が6枚。これ便箋ですね。これいい、かわいい。しかもすごいのが、これ裏側、ちゃんとですね、じゃん。予告状って書いてあるの。すごい。きっとコナンだから。だろうね。予告状になってます。これすごい。かわいい。で、まあ、便箋が 1,2,3,4,5,6 枚、それから裏予告帳って書いてあって、それからですね、ミニ封筒1枚、これのことだね。これがそのままミニ封筒になるそうです。でこれこのままこういう仕様になっててみたいな、とシール、さっきのこれだ、これが1枚、これでセット内容、これが全部だそうです。それからですね、これ全部でラインナップが6種類あるみたいで、まずは1個目がこれ予告状風コナン、そして2個目が予告状風キットで、次ラブレター風新一とランで、4つ目、ラブレター風平次とカズハ、それから5エアメール風コナン灰原赤い、すごい響いた、エアメール風コナン灰原赤い、マジで、マジか。そして6種類目、公文書風アムロ、公安ですからね、アムロというよりはもう古やって書いとこう、ここって感じです。なんとこれ、各100円でカード出すみたいな感じである、あったそうで、いやこれすごいクオリティ高い。これ100円ってすごい。いや昔コナンの100円のガチャとかがあって、いや今もうそういうのないんですよねっていうのを、いつかそのグッズをここで紹介した時にですね言おうかなと思ってたんだけど、まだいた、まだ生き残ってた100円のクオリティ、すごい。はい、でこちら、全部で6種類あるということなので、こういう感じで、こういう感じであるということなので紹介していきたいと思います。まずは1つ目、予告状風コナンでした。かっこいい。最後までご視聴ありがとうございました。いただいているコメントなどすべて読ませていただいております。これからも励みにしたいと思いますので、どしどしコメントいただけたらと思います。そしてよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではでは、また今後もご視聴お願いいたします。高原でした。